やらですね、カメラのサイズ設定を間違えていて、全体的に画質が悪いです。申し訳。こんにちは、皆さん、久しぶりです。私のお友達のカホちゃんを迎えに来ました。この間ね、インスタライブやった時に一緒にやってた子なんだけど、カホちゃん。私の美容の専門学校行ってた時に髪切りに来てくれてさ、でビデオ見てたんですって YouTube 見てたんですよって言って来てくれて、で私のお母さんも見てたんですみたいな、そうで来てくれて、そっから友達になったんだよね。来た OK。鍵かかってるやつ。眩しい。おつ。おはよう。おはよう。あら、かわいいじゃん、今日。半分なの。もう撮ってるの。はい、かわちゃんでーす。おはよう。今日久しぶりにビデオ撮るからよろしく。あ、はい、トットさん。あ、車が素敵じゃん。そう、トットさんいつも可愛い車着てるの。車着てるんだよ。ちょっと待って、これ遠いよね、私ね。うん、こっち。OK。じゃあね。知らないけど。トットさん、下のオーナーさんのおばあちゃんの息子さん。あ、そうなのね。いつもね、可愛い車いつも乗ってんの。そうなのね。で、なんか昔軽トラ持っててさ、なんかハワイで流行ってんじゃん、軽トラ。あの、日本の軽トラを変更してる。ケットラでしょ。うちの方はケットラっていうからさ、軽トラじゃない、ケットラ。で、プラスチックみたいなもんでしょ。なんか音が飛んじゃうんです。プラスチック。Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.なんか暗いな。これどうやってさ露出上げんの？あのカチ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 って。ここ。ここら辺のなんか上げ。あった。あ、来た来た。メニュー見てます。Thank you. It's water, ね。でもやっぱこれが一番美味しいかも。うん。赤いやつ。
なんか爆発したみたいな。大丈夫。じゃあ今日はこういうだってテイストなんでしょ。こういう。いやそうなんだけど。ドライで。皆さん久しぶりでーす。そう。あれじゃない？ちょっとこれ。ちょっといい。ちょっと持って待ってていい。はい。パンクだね今日。割れちゃって。可愛いじゃん。ね。怖っ。ここからめちゃくちゃピンとこずり始めるんですけどね、すっごく調子に乗り始めますのでよろしくお願いします。うん、なんかさピントが合ってないかもしれない。なんかよくピントが合ってないね。これどうやってピント合わせるんだね。マッサージします。ちょピントが合ってない。ピントが合ってないのにそこでなんか変なので、ね、ピントこれどうやって合わせるの。だからほらオートフォーカスが外れてたじゃん。まだまだやって、まだまだやって。かぼちゃんに行って。あ、じゃあ、はい、お母さん。お母さんみたいに。ハロはい、どうでした？全部戻ってきました。なんだっけ、ホノルルのプラトスクローゼットはパンパンらしいです。無駄しな。よかったね。1時間のあのバースデーギフトでいただきましたからありがとうございました。いいカモさん、いいえ、1時間の楽しんでいただいてよかったです。全身マッサージ1時間半欲しいわね。つま先から頭のてっぺんまでね、顔以外全部ね、うん、そう、顔もやってもらいたい。あそこ顔あるんだよ。あーはー、あごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさいねって。私はあの静かなお部屋でこう黙ってられないタイプだったんで、ちょっと初め大変だったんだけど笑っちゃって初め大変だったんで、どういうこと。で、さっきかおちゃんにも言ったんだけど、また言ってもいい？いいよ。あの石をさ、温めた石でさ、こうマッサージしてくるわけじゃない。で、その石をこうやってやった時に、やってくれた人がさ、あのロックの温度はいかがでしょうかって言われて、私こういう感じで大丈夫です。そのくらいはやっとあの姉さんがちょっとビヘイブし始めたあたりね、はい、その前あたりがクックックックってずっとね、私笑っちゃってさ、わかる？こういうずっとこうほら寝てるからさ、こういう感じでこれ背中が上でさ大丈夫ですしたら、私はさもうさ、なんかできればもう関わらないようにしてる。同じくらい来たのにな。カホちゃん、ちゃん助けて。全然さ、だってあんな静かな私無理だって。なんで笑ってんの。静かなの無理だって。でもお姉さんたちももうそういうムードに仕立て上げなきゃいけないっていうあれだからさ、もうさ、こう乗ってくれない。乗れないんだよね。それは乗らないわ。普段乗れるタイプなんだけど、多分そうだと思う。そうだけど、一緒に笑ったら盛り上がっちゃうから笑わないようにしてたんだと思うし。ね、面白かった。良かったですよ、うん、気持ちよかったね、あそこ、ね、お店の名前なんだっけ。ウイラニ、ウイラニ、カカアコにあるウイラニ、ダウントゥーアースの目の前にあるところでした。マリコさんありがとうございました。私の担当の方日本人の方でしたよ。そのなんかね、電話した時に、予約した時に、うん、多分ほらもう名前がジャパニーズだって思ったみたいで、うん、受付のお兄さんが、あ、回してくれるんだ。うん、なんか女の人がいいって言ったんだ一応。うん、男の人一人いるとか。あ、いたね。うん、別に私は、うん、でもな、まあ、ほら女の人の方がなんとなくね、気使わないで済むかなと思って。ああ。男の人の方がこうパワーがあっていいって人もいるけどね。うんうん。あのさ、なんかなんだっけ、ロッカールーム入ってって、うん、あれ
パンツ脱ぐのかね脱がないのかねみたいなさで、うちらさ、私外行って聞き入ったので、そしたらその多分男性だったよね。その人に聞いたの？全部脱ぐのかなって言ったら Everything Everything って言ってたからさ、かわいい、うん、そういうだろう、多分彼だったよね。そうだった、もし男性だったら、かわいい、うん、あ、なんかさ、そういう感じの彼だったら私はいいかもしれない。そうそうそうよ、そうよ、そういう感じの彼だったら別に、うん、なんかまさかマスキュラーのさ、なんかね、みたいな人だったら、ね、声帯でしょ。そうそうそう、それはもう声帯だよね、マッサージじゃなくて声帯面白い。あとね、押されてる時もね、こうマッサージを、うん、めっちゃ力入れるじゃない、やっぱりやってくれる人はさ、うんうんうん、それのさ、あの顔を想像しちゃって別に気合ってるのかなとか思ったら、何もしてないじゃん、あの人たち。そんな顔絶対してないんだけど、すごいやっぱ力強いくって、どうしてんのかなとかいう考えちゃったらもう面白くなっちゃったダメだよね、こういう曲一番嫌だし。それでさ、カホちゃん助けて言ってこられて、同じ子、同じ感じで、あのクククク言ってるかなと思ったら、もうさ、マッサージなんて2回目なのにさ、慣れっこみたいな感じでさ、君初めて静かにしてみたいな感じだったからさ何言ってんだと思って君マッサージ初めて私は2回目2回目よ、静かにしないよ雰囲気作りだよみたいなさでもさ、姉さんさ、自分がさ、仕事でさ、ほら一番最初私が髪の毛行った時はさ、そんな感じじゃなかったのよ。あ、でもね、私もそう思ったの、まあ、ヘッドマッサージとかするじゃない、美容師って、うんうん、習ったことあるから、うん、やってたよ。だって一番最初私行った時、はいはいあのね、こうやってこうやってあの周りかけてこうやってやられて、私その時笑いそうになって感じ何が起きてるんだいみたいなもうさ、匂いかがされてるぞ、やめよ、こういう客はほらさそれ自分やられてたらもうすんげえ突っ込んでる多分お姉さんこれは何ですかあーもうさ、全部面白くしちゃうのちょっとやめよ、本当に大人なんだから35歳なんだから何でもかんでも面白いとか、もう本当やめなっていう、修学旅行みたいになっちゃって、そう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 、すぐなっちゃうからおめえやめろよみたいなそう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 。あ、そのコーヒーどこで買ったんですか？本当春、春って何？違う、なるねっていうさ、さっきからさっきから店名間違いすぎじゃない言っても全部こぼすもん、うん、てかさ、さっきさ、かほちゃんがさ、私が調子になってずっとダンスしててさ、やつあったじゃん、かほちゃん撮ってくれた、全部ボケてた言ったじゃん言ってた、言ってた、ピントが合ってない、ピントが合ってないのにそこでなんか変なので、ね、ピントこれもだってあんたが多分どっか触っちゃってオートフォーカスじゃなくなってて、だからちょっと違う、あ、ちょっとどうやってやるのって言ってるの、あんたずっとこうやってやってるからさなんか言ってるなと思ったけど、で最後の方にフィギュアアウトして、なんか最後の15秒ぐらいは多分フォーカスしてるなんか言ってるなと思ったんだけど最後の方はフォーカスしてるよ、最後の方ギリフォーカスしてた本当にしてないかな、あんたさ、いやすごいさ、右すっごい寄ってんのよ、ねえ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 、たまにさ、自分避けてるんだけど車したらそっち行ってるから、おっとみたいな、ね、でさ、ここの線のとこにさ、ゴツンゴツンってあるじゃん、でそこはラインの上走れって言ったら、ここ、ここってなんの、ずーっとそれだよな、それだよな、いやいや、ごめんごめん、ちょっとこれいい、あのね、日本のさ、あの車の、あの学校行ったじゃんか、行ってた時にさ、あの道路の自分は真ん中を走ってる感覚で運転しろって言われたの。あ、でもそうするとだって寄るよね。あ、寄るなと思った。あ、でも日本にいた時はそれで良かったのよ。右サンドルだから分かんないけど、でも同じ原理でしょ、私はあれで言われて、ジョンに自分が真ん中走っちゃダメなんだよって